はい。皆さん、こんにちは。旅プロカモちゃんです。かなり久々の配信,と配信というか収録になりますけども、よろしくお願いいたします。えー、3月に北海道とあと東北に行ってきました。えっ、ー、と、これ、大人の休日クラブっていう JR 東日本が出している、まあ、50歳以上の人が入れてる会員制のところがあるんですけども、で、そこで販売をしています。 まあ、期間限定なんですけども、あの、北海道と東日本ですね、JR の北海道と JR 東日本の新幹線を含めた特急の重積が乗り放題になる5日間有効の切符というものがありまして、これが確か2万6千、いくらだったかなまあ、2万6千円少々で買えるんですけども、で、それを購入して行ってきました。で、5日間、 使えて、で、指定席が6回まで使うことができるということなので、まあ、前指定の早ヤブ号とか小町号とか乗ったりするときにはすごく便利なものになります。で、えっ、ー、と、それで行ってきましたので、まあ、1日目から順々に、まあ、どんな感じだったのかということと、あと、まあ、当初のプランとだいぶ違って、 たところもありますので、まあそこら辺の変化みたいなところも話をしていければいいかなと思っています。ということで、まあ振り返りになりますけども、どうぞお付き合いいただきたいと思います。まずは一日目ということで、今回一日目についての話をしようと思っています。はい、じゃあ写真を使いながら、まあ説明という感じになる。 かなと思います。まあ、いつもの通り浜松駅を出ていきまして、で、スタートはこちらですね。6時20分発のだ玉号です。浜松を出るのが一番早いのがこの列車になりまして、で、東京に8時に着きます。で、大人の休日クラブパスというのは、もう前日までに購入しておかなければいけないということで、 まあ旅行の2週間くらい前に、熱海まで行って、まあそれも別の旅行なんですけども、日帰りをするついでに、熱海へ行って、切符を購入しておきました。で、ただ、その指定券については、その時点ではまだ発見してなかったんですね。6日間、えじゃなかった。まだ、行くまでに、結構2数、確か2週間くらいあったのかな。 なので、まだ指定権を出さずに置きました。で、結果的にはそれが正解で、まあ、2月の確か中旬くらいに、東北で大きな地震があったんですよ。で、時刻表、まあ、その影響で、郡山と仙台あたり、まあ、実質的には那須塩原から盛岡までの間が、速度落としての運転ということになりまして、 で、臨時ダイヤが組まれることになりました。まあ、そういう影響とかも実はあって、まあ、早めに買ってしまうと、その乗ろうと思ってる列車が変わ、時刻が変わるということがありましたので、まあ、できる限りギリギリに買おうと。まあ、結果的には当日の朝、東京駅に着いてで、そこで指定券を発見しようという、そんなつもりでいました。 ということで、まあ大体東京で20分くらい時間が欲しいかなということでこちらを使っていきます。まあ、ただ乗り換えるだけだったら6時54分発の光号に乗っていけば、まあ、7分くらいで乗り換えできちゃうんで、まあそれでもいいかなと思ったんですけど、やはり指定券を買う都合がありましたので、これで行きました。で、まあ東海道新幹線。 まあこの新幹線は通勤通学用なんですけども、やっぱ空いてましたね。3月の頭ということもありまして。で、これってもう月曜日なんですよね。月曜日から出発してっていうことですけども、その割には空いてるので、まあ意外でしたね。結構静岡、浜松静岡通う人とか多いんですけども、 それもあんまり見られなかったですし、あと新富士とか三島あたりでも大体東京へ通勤する方がどんどん乗ってきてもいっぱいになるのが普通なんですけど、まあ6割ぐらいまでしか増えなかったのは、うん、まあこれ結構意外というか今の時期を想像,想像させるなと思いました。乗ってったのは2号車の自由席なんですけども、まあこれ浜松出た時なんで、まあガラガラでした。 で、東京駅に着きまして、で、大人の休日クラブ、これ、発見するのに、まあ、緑の窓口でもいいんですけども、まあ、それなりに人も並んでますので、指定券券売機で発見しようということで行ったんですが、ただ、駅の中の券売機っていうのは当日用ばっかりなんですよ。なので、やむを得ず、一回改札の外へ出て、で、 で、まあ、やっと券売機を見つけてって感じだったので、見つけるまでに6、7分かかりましたかな。うん、結構ある歩いていましたので。で、それで慌てて、とりあえず必要な分だけ出して、で、まあ、列車の乗り換えということで行っていきました。で、乗ったのが、まあ、はやぶさ号ということですね。ちなみにこれ東京駅の 東北新幹線等の一番西寄りのところになります。今乗ったのはこのタイプ E5 系の早ヤブ号ということです。で、こちらがその時のダイヤになります。えっと、ハヤブ7号の新青森行きなんですね。で、東京を出ますと、大宮に泊まって次が仙台と。 いうことなんですけども、まあ、この時は臨時ダイヤ、まあ、本当に復旧して、やっと動き出しましたよという感じですので、8時20分に出発して、大宮8時46分発で、仙台が10時44分着ということで、2時間24分かかっています。で、ちなみに今のダイヤなんですけども、まあ、はやぶさ7号でこちらは新函館北と行きになってます。 で、大宮に8時43分。で、仙台に9時50分ということで、1時間30分で着くと。まあ、これが通常の速度になりますので、まあ、50分くらい遅くなるということですね。で、しかも大宮からは約2時間、もうぶっ通しで乗ってるような感じになります。で、実際、 乗ってますとうん、そうですね。新白川を通過するぐらいまではいつも通りのスピードなんですけども、でそこからガクンとスピードが落ちて160キロぐらいかなのスピードでずっと走っていました。で、まあ仙台までずっとこんな調子だったので、やっぱ320キロで走るのを半分ぐらいのスピードで走ると、 まあ外の景色を落ち着いて見られるような感じだったかなと思います。なんで、いつもだと、那須高原の山とか、安達太良山とか、そういう山とかもあんま見てる余裕ないんですけども、結構景色の流れがゆっくり、で、トンネルとかも多いんで、あっと思ってカメラ構えるともうトンネルっていう感じなのが、結構写真撮ってる余裕があるくらいだったので、 まあ、車窓を眺めるにはちょうど良かったのかな、というふうに思いました。まあ、天気もすごく良かったので、視界もすごく開けていて、まあ、そういう点でもラッキーだったかなと思っています。で、仙台駅で一旦、ハヤブサ号は下車ということになります。まあ、ここで下車したというのは、結果的にこれ、新青森までハヤブサ号で行って、 で、しかもこれ新青森から新函館北斗へ行くのに新幹線乗り換えなんですよ。結果的に東北新幹線と北海道新幹線分けて、まあダイヤの調整をしていたっていうことなんですけども。で、まあその後、ずっとたどっていきますと、函館本線のおしゃまんべからニセコとかくっちゃんの方を抜けて小樽に抜けるルートを で、行く予定にしていましたので、そのダイヤが本当に1日に数本しかないようなとこなので、この朝市で行っても全然、なんていうのかな、あの、時間が空いちゃうということなので、まあ、むしろ仙台でちょっと行ってみたいところがありましたので,で、そこへ寄るようにしました。で、まあそれが何なのかという話になるんですけども、 仙台駅で降りまして、で、そこから西へ、西へと歩いていきます。まあ、地下鉄でいうと、二つ目の、んえっ、ー、と、一つ目の駅かな。青葉、えっ、ー、と、地下鉄の東西線で、あれなんだっけな、青葉通り一番町だったかなという駅があるんですけども、まあ、そのあたりのところになります。で、でこちらの、 立ち食いのそばの丸富さんというところで、ちょっと立ち寄っていきました。で、まあこんな感じの納豆、納豆店そばをいただいてきまして、で、まあ手前の方にあるのは、あの、生姜店ということで、これ両方乗っけています。まあ、なぜここに寄ったかというとこなんですけども、 まあ私も応援しているシンガーソングライターの安倍静香さんという方がいらっしゃいまして、で、まあその方のまあファンでもあるということなんですね。この丸富そばのあの店主のコンちゃんという方が、まあ安倍静香さんとのまあつながりもあって、で、まあ応援してくださると。で、その中でまあ彼女が紹介してくれたお店ということもありまして、 で、じゃあ行ってみようという感じで寄っていきました。で、まあ今彼女は女子プロレスラーの倉垣翼さんと、まあこのコロナの影響もあってつながることができまして、で、まあ二人でコラボしながらなんていうこともやっています。まあ1 7ライブっていうアプリの中で、まあ毎ほぼ毎日配信をしている感じです。で、こちらの納豆店プラス生姜店の そばというのは翼さんが食べたもので、まあいわゆる翼スペシャルというふうに今呼ばれてます。まあ、納豆店って結構匂いすごいのかななんて思ったんですけども、そんな感じはなくて、で結構食べやすかったです。まあただやっぱり食べ終わってからお腹の中では結構納豆の風味が残ってる感じはありました。まあ紅生姜は関西とか行くとよく食べますので、 うん、これ、いい、塩梅かなと。で、しかも、まあ、やっぱ寒かったこともありましたので、体温めるにはちょうど良かったかなと思っています。まあ、その当時からこんな感じのテイクアウトのお弁当とかも出していました。で、そこから、テクテクと歩いていきまして、で、青葉通りの駅。 まあ、仙台の駅と青葉通りの駅って、まあ、500メートルぐらいしか離れてないんですけども、まあ、青葉通りの駅へ行きまして、で、ここで、まあ、指定券券売機もありましたので、東京駅で購入できなかった残りの切符を全部発見しまして、あとはちょっと必要な切符とかもここで購入しました。まあ、本当に誰も並んでる人がいなかったので、スイスイと買うことができました。 で、まあ、時間とかもありましたので、ちょうどいいタイミングで11時50分発の普通電車に乗って、まあ、一駅、仙台駅まで移動をしていくという感じです。で、ちょうどたまたまこれ、反対側から来た列車が、この、石森翔太郎かなのサイボーグ009のキャラクターが描かれた列車に、がちょうど来ていました。 で、そこから、えっ、ー、と、はやぶさ号に乗り換えて、新青森まで行くということになります。えっ、ー、と、こちらの方のダイヤをちょっとまた出していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、こちらの方がその時のダイヤになります。ちょっと実際のダイヤの方も出しておきますかね。 よいしょ現状でいくと仙台から新小館北よいしょはい、はい、で当時の ダイヤで行きますと、12時2分発の早房13号で新青森まで行きまして、で、新青森で東北新幹線から北海道新幹線に乗り換えて、で、13時59分発の早五519号で新函館北斗に15時1分に到着すると。まあ、約3時間ということですね。まあ、現在ので行きますと、早房19号になっていまして、で、こちらは、 新函館北斗まで直通運転ということになります。まあ、ただ、当時のダイヤからいきますと、これ、もともと仙台からの盛岡しか止まらないハイブサ号ということで、まあ、別のハイブサ号のダイヤを使っています。でまあ、現実、今のダイヤでいきますと、 仙台からだと、まあ、一の関止まって、あと森岡、八戸と止まって、で、新青森から各駅という感じになっています。ということで、まあ、ちょっと変則的なダイヤではありましたけども、こちら乗っていきました。で、まあ、仙台からあたりは、まあ、やっぱそんなにはもう混んでいない感じでありました。ただ、やっぱり仙台と、 森岡の間がノンストップのタイプのもの。という、まあ仙台から先ということ。本当は森岡から先ですと、東北新幹線も秋田新幹線も、この大人の休日クラブパスの指定権を購入しなくても自由席扱いで、まあ空いてるところに乗っていけばいけるということなんですけども、仙台からということなので、指定権の権利は、 最初の東京から、あとこの仙台からということで2回分使うことになっています。で、えー、これは盛岡に着いた時かな。盛岡で確か10分くらい止まってたんですね。まあそのあたりもダイヤ調整が入っていたのかなと思います。で、盛岡を過ぎて、まあ岩手山とかがちらっと見えてきてはいるんですけども、まあだいぶ雲が広がってくる感じで、 で、新青森が近づいてきますと、まあ、雪景色にだんだん変わってきました。で、雪もちらついてくる感じで、新青森駅に着きます。で、新青森駅、着いたのはいいんですけども、これ乗り換え見ると、11番線について14番線から出ると。今、いわゆる階段で乗り、階段エスカレーター使って乗り換えなんです。で、しかも3分しかないと。 まあ、乗客はそんなに多くはないんですけども、もう係員の人がいまして、で、こっち、まあ、こっちですって絶叫するほどではないんですけども、まあ、本当にすぐに、あの、スムーズに行くように促していました。で、まあ、新函館行きの方の列車の方も、とりあえず、車内に入ってくださいみたいな感じですね。あの、空いてるドアからご乗車くださいという感じでアナウンスして、ですので、新、 青森を出発してからもしばらくは、まあ、後ろの号車の方に行く人が結構いました。まあ、乗車券の方は、あの、乗り換え用のものということで2枚発見されていましたけども、まあ、私自身も確かこの時は、ハヤブサ13とハヤブサ519両方の指定券持ってましたけど、発見するときに、あの、乗り継ぎということで発見しましたので、1回分の、まあ、券の 権利消化という感じで済みました。という感じで新函館北斗まで到着をしまして、という感じですかね。まあですので、このハエブサ519っていうロゴは、まあもう本当に今じゃもう見られませんので、かなり貴重なものだったかなと思っています。 で、まあ、車内は本当、まあ、まだ空いています。もう、だいたい2割ぐらいかな、乗車率としては。そのぐらいです。で、まあ、奥津軽今別に止まりまして。で、青函トンネルをくぐって北海道側に出まして。まあ、北海道へ出ますと、もう駒ヶ岳がちらっと見えてくるような感じで。で、まあ、 あっという間に新函館北斗に到着をします。で、ここではまあ乗り換えという感じで、で、函館方面に行く場合は、本当に改札を出てすぐ隣のところが函館行きの、基本的には快速列車が止まってるっていうパターンです。で、まあ私はこの後札幌方面に向かいますので、えー、階段を渡っての乗り換えで、こちらですね。 でこれで北東15号に乗っていきます。これ新函館北斗駅の上のところから見た感じです。で、ここの辺りが函館駅のホームになっています。札幌駅はこちらの方ですね。で、まあ北東15号がやってきまして、 ええと、この時はもうこの北斗号も5両編成ということで、通常ですとこの編成6両なんですけど、1両減っていました。まあ、重積が2両あるので、まあ、なんとかなるだろうと思っていましたけども、まあ、大体乗車率が5、6割ぐらいあったのかななんですけど、窓側の席の方は取ることができました。 で、えー、こちらの北斗号は、に乗って、だいたい1時間少々乗って、まあ、大沼公園、森、ヤクモ、ヤで、えー、おしゃまんべという感じで乗っていきます。まあ、天気も良かったので、駒ヶ岳が綺麗に見られるだろうなと思ってましたけども、やはり非常にいい感じの眺めを見ることができました。こちらは進行方向の右側、 この席を取りますとこんな感じの景色が楽しめます。で、まあ、山越えになるのであの結構カーブを右に左にと取りますので、まあ、いろんな表情が見られるかなと思います。まあ正直この山はね、見飽きないですね。 ま、天気も、本当に、こんだけの青空ですので、山の、山も全然隠れることなく見ることができました。で、まあ、駒ヶ岳が去りますと、えっ、ー、と、森駅が近づいてきまして、で、海岸の方へ出てくという感じです。まあ、森と大沼の間というのは、貨物用が通る、あの、この勾配が緩い路線と、あと、ま、特急列車、 等も使っていいいく、まあ、距離ののの短い勾配のきつい路線というのがあります海岸の路線の方は普通列車しかと通りませんので、まあなかなか乗る機会はないんですけど、一応全部乗ってますので、海岸線の方も一応乗ったことはあります。で、まあ森を出ますと、あとはずっと海岸に沿ったり、あとはちょっと 中の方に入ったりという感じですけども、まあ、海岸近づきますとこんな感じで眺めることができます。まあ、この日も風強かったので、それでも漁船が出ていて漁をしていました。のが遠くの方に駒ヶ岳がまた見えています。で、まあ、こちらの、まあ、噴火湾のところを沿っていきますので、 遠くの方に山の方も見えてきます。で、おしゃまんべに到着をしまして、で、ここから函館本線の山線と呼ばれる区間の方へ入っていきます。 はい。で、こちらの方へ来まして、で、山線の区間になりますと、この H100 型という、まあ、ディーゼルカーが、今、もう主力となって走っています。で、こちらは3月のダイヤ改正で、他の路線の方にも大量に導入されて、まあ、キハ40という古いタイプのディーゼルカーは、もう、宗谷本線とか、あとは、室蘭本線のとこ走ってるのも一部、 ていうかほぼ置き換えられましたのでもう本当にこちらの車両で走ることが多くなったかなと思います。まあ私自身はこの車両に乗るのは実は初めてであります。あと山線の方も一日に本当に数,数本しかないんですね。これそのダイヤなんですけども、数本と言いましたけど実際4本です。 で、朝6時、13時、16時、20時で、ここで終わりなんですよね。もう本当にそれくらい、かつてはこちらの方を特急列車とかも走っていたんですけども、もうすっかり廃れてしまったということですね。まあですので1両で足りるぐらい。で、乗客も10人行くか行かないかぐらいでしたかね。ずっとそんな感じで走っていました。 で、車両っていうのはこのデクモということで、まあ、ディーゼル車なんですけども、で、中で発電をして動くという感じの、まあ、ハイブリッドに近いような感じの列車かなと思います。で、まあ、座席とかももう新しい、まあ、パッと見た感じ、あの、関東地区の通勤用の電車とほぼ同じ感じの椅子になりますけども、まあ、一人用、一人掛けと二人掛けと、 分かれていて、あと、ロングシートが少しあるという感じです。で、まあ、昔型、昔のキハ40とかと比べますと、やっぱり、隙間風が全く入らないと。これは大きいですね。特に、冬場なんか寒くてやってられないくなるんですけども、それが全くないので、それはありがたいです <laughs>。で、まあ、カーテンとかが付いてないのは、紫外線とかについては、 全部、なんかなカットするガラスが入っているからです。まあ、それでもちょっと眩しいのは少し眩しい感じはいたしました。で、すぐ走り出しまして、まあ、ニセコの連邦とかが見えてくるような感じになっていきます。で、まあ、単線区間ばっかりですので、山の中をずっと走っていくと。 駅と駅の間も結構長くて、もう最初の方から9分、12分、9分、18分、9分、8分、13分という感じで、<laughs> まあ本当に長く感じです。まあそれでもスピードは65、何し、60キロ上昇かなぐらいのスピードでどんどん上がっていきます。まあ、キハ40だともっとスピードを出るまでに時間がかかるような感じになったんですけども。 うん、まあそこはだいぶスピード上がったかなと思っています。でまあ途中の駅も実際、<laughs> まあこんな感じの貨車を改造したような駅舎が残っているところがほとんどです。でまあ一部は本当に廃止になってしまった駅とかも実はあります。まあ、この 次の駅の、まあ、次黒松内なんですけど、ここのところにシール貼ってありますけども、昔は別の駅がまだあったんですけども、まあ、廃止になったということで、確か藁た台の駅かな。あの廃止になりましたので、次が黒松内ということに変わっています。ここのとこも、これ左側に実は昔はホームがあったんですけども、もう雪埋まってます。実際、こちらの方はもう使ってなくて、 この雪が、雪かきされてるホームだけが使われているというようなところが多くあります。で、まあ、行き違いをする必要がある駅の場合は、こんな感じで、両方ともまだ使われているというようになっています。で、まあ、行く先の方にニセコの山とかが見えてきました。確か一瞬、 くらいで、妖艇山もちらっと見ることはできたんですけども、まあ日も暮れてきましたので、まあ、後半の方は真っ暗な感じになってしまいました。1日4本しか走らないんですけども、まあ、ちょうどこの時間は行き違いをするところがありました。とこちらはニセ港の駅かな。 なので、えっ、ー、と、ニセコの駅のところでは、ニセコのスキーに行く人が少し降りて、で、インストラクターなのかなと思われるような服着た人が2人ほど乗ってきました。で、だんだん日が暮れてく中を降りていきまして、そうかこれがニセコの駅か。 で、こちらが平府駅ですで。平府の駅っていうのは、あの、集落と離れていますので、この駅で降りても、バスとかが全くなくて、集落行くことができないと。なので、えっ、ー、と、くっちゃんまで行って、バスに乗り換えてくださいという案内が、列車の中から、あの、自動放送でありました。まあ、それぐらいの場所だそうです。なので、この平府駅、ここに丸太がいっぱい積んでありますけども、実は平府は宿になっています。 で、くっちゃん駅に着きまして、ここで20分近く止まって、また反対列車との行き違いがあります。なので、まあその間ちょっと外に出て、撮影とかをしたりしながら戻ってきました。で、くっちゃんを出まして、 三つほど先へ行ったところの鹿里別という駅で一回下車をします。まあ、本当何もない無人駅なんですけども、ここで降りて、で、ここから反対列車が来ます。で、この反対列車が数が少ないんですけど、キハ201っていう起動車、 ディーゼルカーなんですけども、まあ、これがちょうど走ってるということもありまして、一駅だけですけど、まあ、銀山の駅まで戻る感じで行ってきました。この起動車は、朝、朝方ですけども、札幌方面に来ます。で、電車の、電車と一緒にくっついて走るという非常に珍しい、全国で唯一の場所、列車を、この列車であの、動く、 感じになってます。小樽から札幌の間は、前3両が、前3両だったかなが電車。で、後ろ3両がこのキハ201ということで、くっつけて走るという、非常に珍しい形になっています。で、パワーがめちゃくちゃあります。本当に120キロ出せますので、まあ、そのフルパワーを活かして、山、シカリと銀山の間って山道なんですけども、 本当に上り坂をぐん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 駆け上がっていく感じがありました。で、銀山駅で再び次のくっちゃんから来る列車を待ちますと。まあこの待ってる間何にもやることなかったので、ちょっとライブ配信とかもやってみました。まあ電波はちゃんと来てましたのでね。で、まあこれだけ雪も積もっているという感じ。 でも、風もほとんどなかったので、気温も氷点下1度ぐらいだったので、まあ逆に言うとそんな寒いさ寒さは感じなかったかなと思います。で、この列車で小樽までやっと戻ってきまして、で、小樽から普通列車の江別ツ域に乗り換えていきます。もうこの時点で確か20時55分発かな。 で、乗ったのはこの721系という車両の方に乗っていきました。まあ、こちらの方がまあクロスシートなのでいいかなと思ったんですけど、やっぱ隙間風が入ってくるということもありまして、途中から731系、さっき言ったキハ201とくっつけて走る電車なんですけども、こちらに乗り換えて、まあ、ロムシートですけども乗っていきました。 で、札幌に着きまして、札幌からカムイ号、特急カムイ号22時発の旭川行きです。まあ、こちらも5両編成で、自由席は4両あるので、まあ余裕持って座ることができました。で、まあこちらに乗って旭川23時25分だったかな、着いて、で、駅前のところにあるホテルに入ってという感じで、 まあ、初日から長い旅行をさせていただきました。まあ、非常に初日はうまくいくかどうかちょっと不安な面も多かったんですけども、まあ、切符についても、そうですね、東北新幹線の乗り換えのところがうまくできたので、まあ、そこは良かったかなというふうに思います。ですので、この日は予定通りの行動ができて、まあ、うまくいったかなと。 いうところです。まあ、ただ次の日、これ23時25分についてるんですけど、翌朝が確か6時3分発かな、ということなので、まあ、あんまり眠れないかなっていう感じなんで、本当に、まあ、夜も、あの、そのままもうホテル入って住む、ホテル入って、確か温泉がある、あ,るありましたので、まあ、大浴場に入って、まあ、汗流して、でもすぐ寝ると。そんな感じで過ごしていきました。 という1日目でありました。では、今回の内容は以上になります。ご清聴ありがとうございました。